今日の一,問一答ですね介護支援分野事業者及び施設という単元にあ<に>ります。問題指定の更新は保険者が行う。指定の更新は保険者が行う。というふうにありますがこれは誤りになります。許宅サービスの指定権限を持っているのは保険者。 つまり市町村ではなくてこれは都道府県になります都道府県が指定権限を持っているということですねなので指定の更新というのも都道府県が行うということになりますでちなみにサービス介護険サービスというのは大きく見ると3つあるわけなんですけれども、まあ、居宅サービス施設サービス地域密着型サービスですねで居宅サービスの権限を持っているのが都道府県そして施設サービスの権限を持っているのも都道府県 そしてもう一つ、地域密着型サービス。これの権限を持っているのが市町村と。こういうふうに担当分けというのがあるわけなんですね。でこれはよく出てくるので押さえておくといいかなというふうに思います。でちなみに、介護支援サービスの方ですね。ケアマネジメント。サービス計画を立てるという事業ですね。これは二つありまして、一つが居宅介護支援事業。で、もう一つが介護予防支援事業とあるわけなんですけど、居宅介護支援事業の指定権限を持っているのは、これは都道府県になります。 そして要支援者さんのケアマネジメントをするという介護予防支援事業ですねこっちの指定権限を持っているのは市町村ということで、まあ、こういうふうに分かれていますので、まあ、これを押さえておくといいですねでちなみに居宅介護支援ですね要介護者さんのケアマネジメントをするという事業居宅介護支援の,あの指定権限を持っているのは現在は都道府県なんですけれども改正によってですね2018年の4月2018年の4月からは これは市町村に権限が異常しますので市町村が権限を持つということになりますから、まあ、その点も改正ポイントとして一つ押さえておくといいかなというふうに思います、まあ、ちなみに指定更新というのは6年ごとです6年ごとに指定の更新というのは介護保険の場合は行われるということですねこれも合わせて押さえておくといいかなというふうに思いますということで、えー、指定許諾サービス事業者について問うている今日の問題ですが指定の更新は保険者が行うというふうにありますが これは誤りということになります。今日の1問1の解説は以上です。